はい、こんにちは。マイチャンネルマイヘルスです。はい、今日はですね、長崎バイオパークにあるこの昆虫館やってきましたね。今なんか世界のカブトクワガタ展やってるみたいなんで、行ってきましょうか。かっこいいし。ペンギンいた。いきなりいるよ。ヘルクエス。これでかくない？この表記はヘルクレスなんだね。うん。あ、ヘルクレスヘラクレスだ。マヤシロカブト、ヒルシロカブト、モロンシロカブト、宮下シロカブト、知らないな。グラントシロカブト、シロカブト。あ、ネプチューンだ。おお、メスがこの2つで、それ以外全部オスだ。わ、いろいろ分布だ。幻のカブトムシって書いてある。サタンだね。サタンって書いてある。あ、これ特にでかいね。あ、こっちマレーコーカサスと、こっちがスマトラコーカサスだ。微妙に象の形が違う。本当だね。本当だね。うん。マレーの方が好きかな。うん。何本足？え？あ、一。カブトムシ、メスだ。ツノボソカブトムシ、これ台湾に住んでる。カニカブトとかもいるんだ。あ、このタイのカブトムシは日本のカブトムシそっくりだ。うん。おお、いっぱい。ヘルマンだ。あ、本当だ。ヘルマン、ヤマコウだ。いっぱいいね。パパ好きね。うん。ユダイクスって書いてある。あ、これユダイクスだね。オサカクワガタ。ウイマイル。メタリフェルだ。やっぱり青いね。あ、いる。青ここにいる。あ、本当だ。ちょっと青い。フェルムメダリフェルだ。ちょっと青いね。この辺から生きてる。お、タランドゥスだ。本当だ。もう動いてる動いてる。うん、もういいな。かっこいいね。ツヤツヤ。すごい。グランディスオオクワガタ。あー、奥の方ちょっとね。お、顎が見えない。うん、パロワン。パロワンだ。パロワンすごい近くにいる。アクベシアのミヤマクワガタって後ろの方にいる。おお、パパ君色。え、お尻ピクピク動かさせてる。あ、食べてんじゃん。うん、ギラファのコギリクワガタがこっちに食べ出してんだよね。うん、わあ、マンディと喧嘩したりヤバいことになるだ。これモーレンカンプだ。ボルネオオオカブトムシだ。マルスゾウカブト。あ、ちょっと待って、マルスゾウカブト。ゾウカブト生きてるの初めて見たかも。でかい。これは大きいね。うん。あ、サタンもいるじゃん。うん。よかった、よかった。こっちがアヌビスゾウカブト。うん。お、食べてる。ご飯中だね。うん。ヘラクレス。ヘラクレス。あ、ヘラクレス。ヘラクレスだ。おお、湿ってるから羽が黒いね。かっこいい。ギラファのコギリクワガタのサナギだ。生きてるって。そうなの？これから羽化するってこと？うん。すごい。樹液に集まる昆虫たち。ヒラタクワガタ、クワガタ、ノコギリクワガタ、カブトムシ、シロテン、ハナムグリ、カナブン。全部いっぱいのね。あれ、コマダラカミキリもいるよ。ここカミキリいるか。本当だ。カブトムシ。こいね。ノコギリクワガタ。すごい。話し飼いになってるのここに。おお。なんか牙が4本のノコギリクワガタがいたよ。あ、本当だね。右の顎にまた顎がくっついてる感じだね。カブトムシタッチングコーナー。はい、行きましょう。おお。あ、外国昆虫がいるんだ。お、アトラスとかいるんだね。これアトラスだね。おお。すごいじゃん。アトラス触るの初めてじゃない？横にいる、横にいる、うん、あ、やっぱ背中のとこ危ないんだって、うん、他がさっと一緒だ。ここにも歩いてるよ。おお、歩いてる。普通にいる、うん、すごいね、うん、アトラス初めて触ったんじゃないの、うん、いや、アトラス初めて触った。そうだよね、うん、アトラス
う持ち方で合ってるんだね、うん、むくみの後ろだけ気をつけないとね、うん、こういうこと？あ、そう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 、こういう持ち方でしょうね、うん、はい、ということで今回は長崎バイオパークの昆虫館でした。どうでしたか？すっごい楽しかった。楽しかった？アトラスをカウトも触れたし。そうだね、うん、初めて生きたアトラス触ったかもしれない、うん、あこれが全国昆虫館巡り、今年は3カ所目ですね、うん、トータルでは5カ所目なのかな。そうだね、うん、はい、また今年の夏他も巡れるかもしれないので、うん、楽しんで回っていきましょう。はい、はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画、いつもと同じの存在でぜひ参考してみてください。はい、チャンネル登録が真ん中だったらよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。